はい、皆さんこんにちは。今日は昨日コンバインの引き起こしレバー直したと思って作業場にこうね入れたのね、コンバインね。そして後でさ、母親になんだこれなんて言われてね、なんだこれはって、俺もなんだこれは、そうですそうですそうです、ここの部品ですこれ落ちてたんだね、まいったわ。いや、今から外して、そしてここを全部ポンチで脱いで、あとはこっちのここも全部ポンチで脱いで直したいと思います。そしてうわ、グリスすごいね。もう稲刈り準備したからさ、もうグリス全開かけてからさ、大変なんだこれ。そして外すのにまずここだ、ここだけでいいのか、ここ外して、あとこれ、これよ、これがスライドピン。はい、それじゃあこれからサンダーでここのピンね、リベットのここ削って脱ぎやすくとか、これしないと脱げねえよね、これ多分ね。じゃあちょっとバーナーで炙っか。ここはスキップだなこうやってだって、あれだ、ダメだ。ごめん、カメラで撮るの忘れた。こうやってこんな感じで抜いていくのよ、こんな感じで、いけば、ここいい、どこだ、ここか、あらこんな感じで抜いていくのよね、え、ヘッポコ整備だから。いや、はい、これこうやって全部脱ぎました。あとはね、リベット組んでて歯外さないくらいだ、今度本体のね、こういうことです。ほんでさ、狩り場見たらさ、何こいつ、この杉間、あ、どこだ、あ、これだ、これ最悪じゃん、これ。いや、こいつ戻せんのかや。戻してパキーンといったらだよ。嫌だね。これでも数年間多分買ってると思うんだよね、このまま。今年このまま行った方がいいかな、もしかしたら。こりゃまずいよ、この広がり。はい、今、これでちょっと戻してみたわ。俺はしなかったけど、だいぶね、戻ったと思う。これであまり余計なことしねえわ。はい、今度ここのネジを外しても、ピクリとも動かない。これは間違いなく、さっき見せたけども、あれの固着だよ。ここがこの腐って固着してるよね。ここでやっぱフリーズルブがなんかかけないとダメだ。ここもほら全部回る部分であってさ、はい、かけましょう。ごめん、間違ってた、動くわけね。ここのネジ2本外さにいくね。はい、すみません、間違ってました。はい、ネジ外しました。ただ、若干かろうじては動くの。
今動かさない中立てではかろうじて動くけど、さっきのあそこのこうスライドする部分、あそこあれだね、固着してます。なんか、浸透剤かけないとダメだね。はい、急遽やり方変更でございます。どうせ上しかあれだからね、もう交互さ、下の歯さ取るの大変だから、固着してて上の歯だけ脱いで、あとこれつければいいんだよね。そして最悪、最悪っつうかどうしたらいいんだよな。あ、ここか、こうリベット打って入んねえとき、ここだけ外せばいいのかな。うまくいくんだかなこれな。まずじゃあここ外してみてからだな、判断しねえくれの。はい、素晴らしい作りだった。俺やったことねえからさ、歯バラすのさ、狩り場ね。素晴らしい作りでした。こうなるとそのままスライドしてね、上の歯だけ脱いで、アドホークさ、あれだね、リベット打ち込んで、この上の歯にね、そして締め込んで、歯台で、あと終わりね。うわ、楽だ。はい、こういう風に取れます、上の歯ね。そしてこれはあれだな、歯と一緒になってんだね、このリベットね。だからまだね、ここサンダーで削ってさ、あとは自分はまだ炙ってね、ガスバーナーで炙って加熱して、あとスパンって抜きます。そのまま抜いてもいいけど、結構傷があったわさっき、あのこっちだから最初やった時ね。だからガスバーナーでさ、ある程度焼くとさ、加熱すると、あのすぐ取れる、その方がいいんじゃねえかな、この歯に関しては。臭い。はい、最後に罠が余ってました。軽く取れっかなと思ったら、こうやって30分ぐらい置きっぱなしで、バーナーつけっぱなしね。炙んねえと抜けてこねえ。いやいや、最後の最後でドツボにはまっておりますね。そんな簡単にうまくいかねえな。まあいいや、あと1時間ぐらいかかれば2本抜けるでしょう。はい、あとやっと1本まで来ました。いや、30分かかるね、これずっとバーナー当ててんの。そんじゃ取れねえんだもん、ものすごいあれでさ、気づくて。もっと馬力あるやつだけでもいいんだけど、これじゃねえ、ちょっと時間かかるね。はい、やーっと抜けました。30分で1本。あれガスバナで、あとこれあれだな、下からこう入れてさ、これだ、こう入れて上から叩く。そうしないとダメだな、よく考えたら。上から入れたんだよ、ダメだな、下から入れて上から叩く、で完成です。あとつけるだけが、でも熱くてさ、まだ。はい、どうも間違いました。こうやってどん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 って叩いて、あああああってなって、気づいた時にはこの状態、ギャグってギャグだね、ギャグ。うわー、これ抜けねえべよな、もうダメだ。納期屋さんに行ったらもう在庫なし、最悪です。あと3日4日もう何もできません。俺びっくりしたんだから、本当にこう入れてさ、あーってなって、これこのリベットはもう叩くとこうグワーって中で広がるのね。だからもうこれでも抜けない、ギリギリ抜けかな、ちょっと試してみっけど、ポンチで叩いてみっけど、厳しいだろうな。いや、参った、ほんと。多分ね、天気が悪いからあんまり無理しなくていいよなんていう合図かもしんないけどさ、でも必要ねえな、そんな失敗は。いや、もうダメだ、もうダメだ、やる気なくした。どうもご視聴ありがとうございました。はい、今晩はこのまま
数日間置いとかねくねえわ。正義出てきたもん。自分が情けないです。どうもご視聴ありがとうございました。ダメだ。ダメだ、もう風邪ひいたんでね。